たくさん見たいアニメの中でもう我慢できない、もう見たくて見たくてしょうがなかった、ケンガンアシュラの2話でございます。これはね、見ていきましょう。あ、ちょっと英語になってる。ちょっと待って。ちょっと待って。新聞なら間に合ってるぞ。新聞いらねえよ。手を出せ。はい、来た来た。あるね。あ、雰間囲気。違えた。行くぞ行くぞ。ちょっと待ってくださいよ。あいつはイワン・カラエフ。あのイヴァン・カレフ？最近頭角を現嘘だしました。ろ？ロシア人キックボクサーです。このイワンはなんでここに？私有ではない。これはビジネスだ。当分はベッドで過ごしてもらうぜ。これはビジネスか。通称死神の鎌。死神の鎌ですか。ふう。確かに物を当たったら死んだ。おう。楽勝やん。わお。やろうやろう。何？お前もう負けたやろ。殺された。イヴァン殺された。おめえ誰や？いや、刃物持ってんのか？手でやったんじゃないの？おお、そうか。誰やろうな。最強！クレイジーだよな、この OP。超 FPS 高いよね、このアニメ。この OP でめっちゃわかる。超滑らかに動いてる。フレームスパーセコンド。1秒あたりの、フレーム数？めっちゃ速い。おめえか。おめえか。こやつ強いのか。誰を撃ってるのだろう、今の。You will become so strong now。 めっちゃいるな、戦うやつ。ってか一人ぬいぐるみいなかった？川島みたいな名前じゃなかったっけ？老人の。ケンガン試合当日。ケンガンってそういう感じでしたね。拳を願おう。毛節に願おう。何？山下か。川島じゃなかった。吉武さん、お気の毒ですが、今回もうちが勝たせてもらいますよ。こんな相変わらず強いですね。この声優めっちゃいいよね。うちのリヒトも負けてませんよ。リヒト、そういう感じなんだ。不動産界のホップ、吉武義郎。そん
今日の勝負にかけられたものって一体何だろう。何、島とか。幕の内ビルの解体後に建てられる新幕の内ビルの建設資金。幕の内って丸の内って意味なのかな。ちなみに総事業費は1000億前後になるよ。1000億。でけえな。金銭感覚が異次元だ。異次元だね。つまり今から行われるのは値千金どころか値千億のドツキ合い。エドこんなところでやんの？こんなやつらのお金持ちのやつらはよくこんなすげえボロッチのところでやるな。会長、この人たちは、彼らが見願会の会員だよ。見願会。見願会の会員。見願試合の運営。会員は皆名のある企業の代表さ。そうだろうね。波の金持ちじゃなさそうじゃ。建安会発足以来のしきたりというのは表向きの理由。ああ、え？試合には娯楽としての側面もあってね。まあそうだろう。ぶっちゃけた話、勝敗予想で賭けをしているのさ。一体どれぐらいお金が回ってんだろう。駒田よりはうめえやつじゃぞ。こいつ刃物持ってるっていう疑いがあるんかい。すっかり人気者だな。会長、よろしかったんですか。何がだね。リヒトの真の武器のことを時田大馬に伝えなくて。言わなくてもやろ。この試合は時田大馬という男の試金石。試金石。潰れるようなら私を野望へと導く機種には到底なりえんさ。なるほど。千億万円とかは、千兆万円でしたっけ。は。あ、そう。体やばいよな。始まりそう。超オーソドックスの構えだな。バキじゃなくてオーマ。超オーソドックス、それにしてもリヒトってめっちゃグラプラーって感じですね。ワクワクすんな。一体どうなるのじゃ。見せてくれよ。飛躍ね。そのメガネぶち切れるぞ。びっくりしちゃったよ。わかるんかいお前は。おお、食らったものの止めなかった。彼、出会い頭の一撃の時、打撃に当たりに行くことでタイミングをずらし、ダメージを軽減。うん、入ったね、わざと。加えて、型にとらわれない奇抜な打撃。共に天性のものだ。めっちゃ強いじゃん。ストライカーとしても高いレベルに達している。しかもあのパンチはパワーありそう。おお、めっちゃ入るな、オーマー。おお、シッ、足も使えるからな。リヒトって上半身めっちゃでけえな。オーマーって超タイボクシングを入れるね。
今の膝。でもこいつの本当の武器を忘れたらダメよ。お、グリップ力？今のは。なあ、どうやって？爪？指先か。握力がやばいんだね。こいつもうバキじゃねえかよ。超人的。骨も切れんの？やべえな。レイザースエッジ。兄ちゃん、うちの猫ね。そうだね。こま切りか。そうだね。この構えがやべえぞ。お前はどうこれを対抗するのじゃ。見せてごらんなさいよ。おらだ。わお、ブロックもできないな。防げねえな。ブロックするところは、おでもやっぱ蹴りはまだ入るぞ。こいつの2人、まあ相打ちですね。これはあるものですか。よし、はてはこいつ人間じゃないと思ってるんだね。あ、そう。ほう。強えな。ほう。これや。じゃあお前は11歳の時に何できたか知らんやろ。お前、何？誰や？じゃあなんで名乗ったんだよ。めっちゃ喋るよね、こいつ。喋りすぎるんだって。言ってる。
なかったんか？どうなるの？おい、ここは俺の間合いだぜ。それが全然恐怖ねえな、大間。超オカマやんな。はて、首やられたな。首じゃねえか。ああ。手で押さえてんの？自分の手で。他のところは。距離がないと何もできないんだ。これでは舌やられてるぞ。お前も足弱いだろ。蹴りうまいのはおめえじゃねえぞ。おほ、しかも読みやすい。この手で攻撃するほかないから。抗議者たちの数々の死闘を間近で見届けてきたベテラン傍観者たち、その会員たちが今当惑していた。攻撃を仕掛けたはずのリヒトがいつの間にか大間に攻撃されている光景に結構見られてるな。一体何が起こっているのか？オーマはリヒトが攻撃を仕掛けるのを見計らってほんの数グラムだけ加重し、相手の力を数ミリずらした。これ力の流れは乱れ暴走した。わお、とんでもねえやつやわ。合気道かよ、今の。合気道やな。片手触れるだけで合気道落としやがった。殺すの？これで。殺さない。おま、勝った。勝者大魔じゃわ。よかったね、乃木グループ。ちょっとボーナスでも入るんじゃないの、その山下さんに。よ、めっちゃ多いわ。何を見つけたのか。過酷な試合で命を落とす者も、見返りとしてはそれなりの報酬は約束されているものの、はい、正直試合の過酷さに見合う額とは言い難いです。何が痛い？環境に飛び込んでくるのはよほどの命知らずか、確固たる目的があるものぐらいでしょうね。目的は何だって聞いてる？あなたは何のために懸願試合に参戦するのですか？ねえ、知らないの。戦うのにいちいち理由が必要かい？それだけ？バキか。それ以外の理由なんて全部あるってさ。嘘っぱちだよ。かっこいいな。
ほう、自信持ってるわ。ほう、自信いっぱいありますね、この人。全員倒す？あ、目的あった。倒してやつがいる。ほう、高校女子大学。こいつかよ。ちょっと。え、首。ちょっと待って、今殺されたやつあれじゃね。乱入して試験官の渦を一撃で KO、 目的は拳眼試合の売り込みか。ダンベル何キル持てるのやつな、今殺されたやつ。誰に？最近古い知り合いが拳眼試合に参加したと聞きましてね。どうやら彼、いろいろと勘違いしてるらしいんです。オーマンのことやろ。久しぶりに会いたいなって。よし、今日からあんたはうちの闘技者だ。よろしいですか？簡単に決めてしまって。いいんじゃねえか。私は理事長の総理にしよう。キリュウセツナです。キリュウセツナ。ほう。ほう、こりゃこりゃ、結構ええ感じに進んどるんじゃないですか。パンパンパン、柿の痛みせよ。超ヒップホップじゃん。それは3は見ないといけないな。パタ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 パこのアニメはもう全部出てるので、次、見たかったらすぐ見れるのええことやな。お、Cパート。やっぱ最後まで見てよかった。御社は500億相当の資産をかけて挑んでいる。万に一つ、あなたが勝ったところで手にするのは地獄への片道切符。どういうこと？その気の沙汰じゃない。本当にいいんですが。会長、相手は拳眼試合、戦績57勝無敗の超実力者。無論、勝ち取らせてもらいますよ。ほう。地獄への片道切符をね。お前よ、これが最終試練だ。最終試練、ついに来た！ちょっと予告見たらダメよ。今から見るから。皆様、皆様ご視聴ありがとうございました。そしてですね、次もう早速私は一人で飛んできますが、皆さん、ぜひ見ていただければと思ってます。バイバイ、おきに&サンキューベリーマッチ。